おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この番組はボイシー、 YouTube、 ポッドキャストでお届けしています。今朝のテーマはお金のブロックです。昨日スタッフのみんなとミーティングしていて、その時に倉田ペッパーさんのカシューナッツを食べてたんですね。これがもうとんでもなく美味しいんですよ。カシューナッツが、まあ、衣でコーティングされてるんですけれどもね、それがお醤油味で黒胡椒がちりばめてあるんですよ。もうね、本当にね、一粒食べたらもう最後、もうなくなるまでやめることはできない。これ夕飯前だったのでねちょっとみんなでお腹いっぱいになっちゃったねっていうぐらい食べてしまった。めちゃくちゃ美味しい倉田ペッパーさんのカシューナッツがあるんですけれども、これどこで買ったかというと、実は京都で先日行われたマスタークラス3期の発表会なんです。そうなんです、倉田ペッパーのですね、女性社長さんが受講生さんにいらっしゃるんですね。それで私はその受講生さんにお会いする前からもう倉田ペッパーの大ファンで、もう胡椒といえば倉田ペッパー、はい、もううちから欠かすことはない胡椒だったんです。これはカンボジアの胡椒なんですよ。で、実はカンボジアの胡椒って中世から60年代まで世界一おいしいって言われてたんですって。でも内戦によってその生産量がすごく減ってしまったわけです。でもその胡椒をもう一回世界一と呼ばれるように作っていこうよと、もうカンボジアの農家さんに先祖代々伝わる、もう農薬を使わないね、自然の肥料を使って無農薬の伝統的な農法で作るという、その胡椒を実は日本人の、まあ、倉田さん、まあ、つまりは倉田ペッパーの女性社長さんの旦那さんですけれどもね、その方がカンボジアに渡られて、まあ、最初は学校を作ろうとされてたらしいんですけれども、まあ、学校を作ってもですね、やっぱり経済的に豊かでなければ学校に来ることができないわけですね。だから産業を起こさなきゃということで、そうだ、カンボジアには美味しい美味しい胡椒があったではないか、あれを復活させようということで、旦那さんがカンボジアで胡椒を作って、奥さんが日本で販売されている。もうそんな倉田ペッパーの私大ファンだったんですけれども、まあ、今もですけれども、で、社長さんがね、まさかまさかの、マスター3期を受講してくださっているということなんです。それで彼女すごく面白くて、まあ、彼女倉田ペッパーなんで倉田さんって言うんですけれどもねスピーチを、まあ、いろんな場面で受講生さんがやるんですが、その時に、これ PR になってないですか、宣伝になっちゃってないですかって、まあ、すごく心配されるんですね。でも別に宣伝しちゃえばいいのにな、こんな素晴らしい商品どんどん伝えたらいいのになって私は思っていました。それから胡椒って、まあ、そんなに大きいものじゃないですよね。それですごく手間暇かけて作られている胡椒ですから、まあ、市販の胡椒よりはやや高額ではありますけれども、まあ、それでもですね、そんな1000円もしないでね、買えるものなわけです。だからこうぜひ授業がある時に持ってきてね、それでどんどん販売したらって言ってたんですよ。でも彼女は、そうですねって言いながら一度も持ってこなかったんですね。なんで持ってこないんだろうな、なんで、宣伝になっちゃうことをそんなに心配してるんだろうなと思ってたんですよ。そしたら彼女がリトリートにも参加してくれたんですね、湘南でやった。その時に胡椒今日は持ってきましたよって言うから、おついに販売かと思ったら、ペッパーミル、あのガリガリ胡椒を削るやつを持ってきていて、それで夕飯の時にね、こうみんなのお料理に胡椒をこうガリ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 こうかけ出したんですよ、ね、かけて回ってたんですよ。で、私はもう大好きですから、倉田ペッパーの胡椒もうかけてもらって、もうああ嬉しいって、もうなんていい香りなんだろうとは思いましたが、まあ、もしかしたら中には苦手っていう方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。でも彼女はそこはこう一人ずつね、胡椒お嫌いではないですかって、よかったらかけてみませんかって声をかけることなく、もうガリ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 みんなのお料理に胡椒をかけて回ってたんですね。
だってすごい不思議だなと思って、なんでスピーチをしたら PR になってませんかってすごく心配して、しかもみんなにも販売したらって言ってるのに、それは絶対にやらない。だけどみんなの料理には胡椒かけちゃうんだと、なんかそこにすごくアンバランスな感じがしてね。それでまあ彼女に伝えたんですよね。あなたの言動を見ているとこれどこかアンバランスな感じがするよって、うん、そしたら、まあ、実は彼女は商品を売った時にお金を受け取るっていうことにこうどこか罪悪感のようなものがあると、抵抗があるんだっていうことを話してくれたんです。まあ、しかし私は言いましたね、彼女に。何言うとんねんと、それはあんたのお金じゃないと。だってその倉田ペッパーさんの商品を作るのにね、まあ、どの商品も本当おいしいんですけれども、生胡椒の塩水につけたものとかお醤油につけたものとか、胡椒もね、4種類かな、まああるんですよね。でさっき言ったカシューナッツもうとにかくどれもめちゃくちゃおいしいんですよ。それは旦那様をはじめカンボジアで働いてくださる方々が美味しい胡椒を作ってくれるから、でそれをまた日本で加工してパッケージにして、ね、まあ、流通してくださってる方、いろんな方、社員さん、いろんな方のおかげでこの胡椒ができてるんだよねって、うん、だからそれはあなたのお金じゃないと、みんなのお金だよねって。すると彼女の中でその一つブロックが外れたんだと思います。最終スピーチではその胡椒の話をしてくれました。彼女は胡椒を使って人と人を、あるいは国と国をつないでいきたいんだっていう、そんな夢がある。まあ、それまさにもう今実現してやってくださってることなんですけれどもね、そんなスピーチをしてくれました。さらにたくさんの商品をスピーチ発表会の楽屋に持ってきて、それでついにですよ、販売してくれたんですね。それで受講生仲間がみんな買いました。私はまあほとんど持ってるのでカシューナッツを3袋買いました。でそれが昨日1袋もうみんなで一気に食べちゃったんですけれどもね。でまあ、あみんなたくさん買ってくれてるし、あ美味しい胡椒がみんなでね、食べられるって本当いいなと思いながらその楽屋の風景を見てたんですけれども、そしたらその女性社長さんがね、まあ、我々はゆきちゃんと呼んでますが、ゆきちゃんが西田さんと、結局売り上げの金額ってどれぐらいだったと思いますかって、なんと77,700円だったんですって報告してくれたんですね。いやすごいですよね。みんな、私カシューナッツもっと買おうか迷いましたけれども、3袋でよかったんですね。77,700円の売り上げだったそうです。いやもう私はとにかくあの美味しい思いにあふれた倉田ペッパーをもうみんなに知ってほしいと、そのゆきちゃんに会う前からずっと思ってるもんでございますから、たくさんの人にこのね倉田ペッパーを食べてもらえるのはね本当嬉しいんですね。ところがですよ、本人が売ることに抵抗罪悪感、 PR することに抵抗罪悪感がある、何やっとんねんって話ですよ。それから昨日ご紹介させていただいた北海道札幌で今年の8月25日に西戸明子の講演をやるって企画してくださって、もう動き出してるんですけれどもね、はい、その方が、まあ、昨日のボイシー YouTube ポッドキャストでこの番組で申し上げました、そうなんです、あのワンデースピーチセミナーに来てくださって、まさにそのスピーチの内容が西戸の講演会をどんな思いでなぜやりたいのか、どんな風にやりたいのかという内容だったんですけれども、8月にやりますから、札幌でやりますから来てくださいって言われて、日付とか会場名とかおっしゃらないんですよね、うん、まあ会場名はね札幌って言ったらまあいいとしても、なんで日付を言わないんだろうと思いまして、やっぱりそこにも不自然さを感じたんですね。それでお尋ねしたら、
こうやっぱりね、何かこうぐいぐいと押すことに抵抗があるって言われました。それでその方が一体何のためにその講演をやりたいのかということをインタビューしながらね、あるいはご本人の中でこう自分と向き合っていただいて掘り下げてもらったんですね。そうするとおっしゃるんです。ああ、わかりましたって。実は誰に西戸さんの話を伝えたいんだろうと思った時に、究極に行き着いたのは自分の今1歳と3歳の娘でしたって。彼女たちに講演という形で西戸さんの学びを形にして残したいって自分は思ってるんだって気がついたんですって言われたんですよ。でそうして2回目のスピーチ、今度は日付もしっかりおっしゃいました。何が変わるか、声の響きが全然違う、声の太さが全然違う。それでまあ押すというか、来てくださいとまっすぐにおっしゃったスピーチだったんですね。でそれ実際やってみてどうでしたかっていうと、その自分が思っていたようなグイグイ押すような嫌な感じはなかったって言われたんですよね。まあこれってすごくよくあることで、こんなことはやっちゃいけないってね、やるのが怖いって思っているようなこと、やってみたらなんてことなかったとか、やってみたらあ全然なんかこれってやっちゃいけないと思ってたようなことじゃなかったっていうことってとっても多いんですよね。その結果としていろんなブロックが外れていく。だからその人がやりたいことにこうエネルギーを自然に注ぐことができる。だって自分でブレーキかけてるわけじゃないですかね。本当は売りたいと思ってるのにどっかで売っちゃいけないと思っていて、あるいは講演を広げたいと思ってるのに、でもなんかそのアピールをしちゃいけない、ね、強く進めてはいけないと思っている。でも人を動かすのって絶対情熱ですよ。だからそういうブロックが外れるとその人のエネルギーがスムーズに流れ出すから、喋り方とか声のトーンとか響きが変わっちゃうんですよね。それで私の得意分野って何かっていうと、その方のお話を聞いた時に不自然な要素をキャッチできるってところだと思うんですよ。その人が心にブロックがあると そこを喋った時に絶対ね声の響きがね変わっちゃうんですね。不自然なんです、何かが。うん、それはなんか言葉で説明できるようなもんじゃなくて、あれってなんかおかしくないっていう感じがするんですね。でそしてご本人にちょっとこうインタビューをして掘り下げていくと、そこに大体ブロックがあるっていう、うん、だからマスタークラスは喋るっていうことをやってもらって、そのことによってねアウトプットすることによって、その方のこうブロックがどんどん見えてくる。でどんどん外れていく。そうすると、まあ、自然に当然ですけれどもね、その方がやりたいことがどん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 広がっていくっていうわけですよね。というわけで皆さん、なんかこんなことはやっちゃいけないって思っていること、それが自分の制限ですよ。まさに自分を止めている、うん、可能性が高いと思いますね。それを外してどんどん自由に羽ばたいていきましょう、共に。はい、マスタークラス第4期4月16日からスタートです。奨学金、なんとまた昨日もですね、お振り込みをいただきました。もう皆さんぜひ使ってくださいね。本当にお金が理由で受けることを迷っているっていう方、ぜひご相談ください。まずは、まあ、お金のこと以外でもどんなことでもお気軽にご相談いただけたら嬉しいです。私はみんなのブロックを一緒に外して、みんなの輝く笑顔が見たい、そう思っています。では最後にお知らせです。今夜8時からスピーキングマスター3期生ですね、今学び終えたところ修了式がズームであります。さあマスター生は一体この半年どんなことを学んできたのか、どんな変化を感じているのか、一人ずつ短めですがスピーチをしてもらいますので、修了式で
マスター生の生の声を皆さんぜひ聞いていただけたらと思います。もちろん参加は無料ですが、 Zoom のリンクをお送りさせていただくので、お申し込みはいただいています。放送概要欄からお申し込みください。そして今週金曜日は6時15分から JR 田町駅そばの会場でコミュニケーション体験講座を行います。懇親会込みで5000円というすごい超リーズナブルな価格でびっくりしましたって名古屋で言われたコミュニケーション体験講座、はい、もうぜひこの機会に受けていただきたいと思います。こちらはオンラインはありませんので会場にお越しください。さあ、そしてオンラインでもあります、また会場にもお越しいただきたいのがワンデースピーチセミナーです。東京は4月7日、そして名古屋4月13日開催です。皆様に直接できればお会いしたい。お申し込みお待ちしています。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。西戸明子のコミュニケーションアカデミーでした。